KRV です。こちらにETC と、ドライブレコーダーを取り付けるというね。で、ちょっと前にご購入いただいた車両なんですけど、はい、どうですかと そう電話 いただきましたね。はい、ちょっと前にもう要は、とりあえず用意はしてあったんですけど、まあ、ほら、初回点検でね、一緒にやった方がいいかなと思いまして。ということで、部品をね、いろいろ外さなきゃいけない。あと、前のドライブレコーダー前に入れるんで、付け替えね。そういうのも、カバー、専用カバーに付け替えっていうのがありますけどね。ちょっと失礼。もしもし。あ、どうも、こんにちは。はい。やってます。はい。わかりました。はいはい。さあ、そしたらですね、皆さんもう覚えてるよね。KRV のカバーの外し方。ね、まずは横、これ前カバー全部外す都合上ね、配線を通す都合上全部外さないといけないんですけど、まずこのカバー、前の、カバーを外しますか。はい、ね、これ外して、そしてこれ確かもう準備はしてあったような気がするんだけど、してないですかね、私ね。どうだろう。そこら辺どうかな。さあ、前カバーの外し方、2つ外して、そしてこれをね、手前に引く、1、2、3、ね、こんな感じで引きます。そうすると外れるということです。やってないのかな。まあ、全部その時にやることになってたから、触ってないですね。はい、カバーをね、カバーはちょっと安全な場所に保管させていただきまして、さあ、そうするとね、バッテリーがここに出てきたりね、やれなんだっていうね。で、アクセサリー、あれ、これ何ですか、ETC とドライブレコーダーか。どうするのがいいですかね。やっぱりアクセサリー、ちゃんとリレーを使ってそこから取った方がいいですよね。そんな気がいたします。はい、やっぱり、まあね、と思うんですが、さあ行きましょうよ。行きますよ。行きますよ。さあ、このカバーね、横、これを外します。で、これを外すんですけど、その前にここを外しますね。このね、このカバーね、よろしいですか。はい、まずこのカバーはここ1箇所あります。で、こっち側はラジエーターがあるんで、形状がね、左右対称ではありません。そしてあと、ここの下にも、どっち？こ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 こだね。はい、ここにあります。これ2つ外すと一応外せるようになってるはずです。はい、外しました。そしたらこれを外すんですけど、これね、あとこれ、ここだもんね。前から外すパターンになってて、いやー、これ難しいな。いやー、これ関係ないもんね。これはここにはまってんだから、ここから難しいんだよ、これ。地味にね、あれってなるんですよ。で、これはまってんですよ、これ、確か。だから、それを抜かなきゃいけない。簡単ではないの、簡単では。ね、これだけ外しました。これを外せば、これは抜けると思うんですけど、どっちか抜けるの？ドアはまってる。ドアはまってるんでしたっけ？外れない。むずいねー。ね、こうなります。はい。ね、はまってるね。こうはまってるね。外れました。難しいのだよ。反対側はこういうついてないですから、そんなにね、大変だと思います。で、反対側はボルト、さっきのタッピングビス1個だけ、前側、これを外してあげて、とは言ってもね、油断すると、やれ、割ったら何だろう、外しなら大変なことになりますから、ね、面白になっちゃうんですからね。だからね、こういうのもね、あんまり古くなってくるとね、どうなんだって話もありますけど。
こんな感じで外れます。うん、あのそんなにあれじゃないです、レーシング S みたいなあれじゃないです、はい、さあそしたらですね、前カバーをまず外すんですが、簡単には外れません、まだ、はい、まず内側のこのカバーね、いっぱいクリップで止まってますから、それを外していきますよ。1 2 3 4 5 6、爪ね、あんまり無理すると爪を痛めてしまいますから、自分のですよ、人間の方ですよ。これも古くなってくるとね、だんだんと硬くなって外れないとか、折れてバレちゃうとかね、そういうことが起きるとは思いますが、そしたら交換してやってくださいね。爪が4本ありますけど、やっぱりね、1本、まず 1本ぐらいだったらいいんですけど、2本割れちゃうとね、もうやっぱり使い物にならないな、ね、そんな感じしますよ。で、外れました、はい、ね、で、これカバー外しますね、はい、そしたらやっとこのカバーのボルト類を外します。はい、外すものさらにね、どんどん外していきます。ドライバーどこ行ったかな、とりあえずまず下側、ここね、両脇にありますんで、これ外します。タッピングスクリューね、あと反対側にもあるんで、はい、これで2つ、ね、タッピングスクリュー左右を外します。外します。そしたら今度はステップボードのとこのここですね、2つずつ左右外します。それで大体外側を止めているものは外れるかなという感じですね。では大体もう外れているんで、であとここ前2つタッピングスクリューありますからね、硬い、ここ硬いね、はい、で落とさないように気をつけてくださいね、中にね。で両脇外して、であと遠ミリの外れましたね。そしてここに遠ミリ2つあるんで、これ外して、であとここにクリップがあります。まだクリップが全部で何個だろうな、まずここ1 2 3 4 4 5 6、ね、さらにクリップが6個ありますから、それ外してください。結構クリップでね、いわゆるはめ込みじゃなくてね、クリップで止めてるんで、まあ、その方が全部はめ込み、もちろんね、デザイン、そういうネジだとかそういうのが見えないね、こだわっているスクーターもありますけど、大変なんでね、そう、ああいうのは非常に、これはほらクリップダメになってもクリップ新品すれば済むことなんで、そんなにね、お金はかからないような気がしますが、はい、はめ込みのやつだと爪とか割れちゃうとね、はめ込みでさらに、あの樹脂のね、あの割れやすいクリップ使ってますよね、バチッとはめるところにね。でこのフランジナット2つ、つばの大きいやつね、これ2つ外しました。はい、それで、外れましたんで、これは前に引き抜けば OK ということですね。はい、で、まあ、一応あのフェンダーとかに養生しておいた方が、まあ、万が一こう当たった時に、傷防止にはなりますからね。はい、で、ですね、ここ黒いやつ見えないね、見えない。
はい、今までの部品ね、みんな外してき、てますけど、あとはこの黒いコネクタですね、これ。これを外すと、これがあのヘッドライト系のコネクタになりますから、これを抜いてください。はい、こっちはね、左右をつないでるやつですね。はい、だからこれは外さなくていいです。はい、さあ、そしたらですね、ヘッドライトを、このケース、ドンと外れるようにね、なりますから。さあ、行きますか。そしたらですね、ここがちょっとはまってるんで、ここをちょっと外すね。ね、どうぞ、ね。気持ちはま、ここに刺さってるんで、このような強いブレーキが、先端がこっちのところにこうやって挟まってるんですよね。それをちょっと外してあげれば、今みたいに、ね、簡単に外れます。そしてこれを前に引き抜く感じですね。はい、ね、今みんな外れちゃってるでしょ、ね、であとここが刺さってるだけなんで、ここはもうさっき外しましたから、でここだけちょっとあのヘッドライトじゃなくてスクリーン用のステンドだけちょっとね出っ張ってるん でこれをそのまま引き抜いてあげると外れるということでございます。よろしいですか、ね、はい、ということで、なんだ今回の動画は変だぞ。何か変だぞ。